ですか。せーの、みなさんこんにちは、キャラメルちゃんです。今日はキャンプに行きます。イエーイ。今日ね、うん、実はね、だいたいね、うん、前初めて父ちゃんと二人でキャンプ行ったでしょう、うん、あれからね、1年経ったよ。なんということでしょうね、皆さん。はい、僕はとんかつの端っこ、お肉 1%、 脂肪 99%、 油濃いから腐れちゃいました。かわいそうに僕、やーで、とんかつの好きな食べ物があるんだっけ。とんかつの好きな食べ物は何でしょうか。じゃあ、じゃあ、お寿司くん。お寿司？お寿司くん。お寿司くん。はい、じゃあ、一番好きなお菓子は何でしょうか。じゃあ、キャラメル。キャラメル。うん。はい、じゃあ、とんかつの一番好きな果物は何でしょうか。じゃあ、ビワビワね。それはキャラメルちゃんが好きなんじゃなくて、とんかつとキャラメルちゃんも好きですよ。あ、二人とも好きってことね。そうよ、そうよ。そうね、うん。どんぶらこ、どんぶらこ、どんぶらこ。今は、昼の3時です。はい、朝の8時からちょっと、たくやじくんの運動会がありまして。運動会があったよね。うん。で、さっき終わって、うん、すぐ準備して、うん、出て3時でもね、去年は、うん、キャラメルちゃんの運動会があった後にそのまま急いできたでしょう。うん。てっけ、去年と同じような感じかな。うん。父ちゃん、面白いことやってみようか。うん。もう一つ、昔々あるところにとんかつ太郎という人がいました。どんぶらこ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 と流れておじいさんが来ました。お、これはすごいぞ、おばあちゃんに見せたでよ。なんだい、笑ってダメかい。ダメじゃないけど面白い。まあ、とんかつ太郎は面白かったから。とんかつ太郎です。4時までに着かんかったらいけんかもしれん。あー、どうしよう。ちょっと一回止めてから考える。わおわおわお。着きました。ちょっと海で遊ぼうか。お米は適当でいい？これぐらい食べるかな？食べそう？食べそう。もうちょっといけそう？うん、重い。じゃあお水をね、ちょっと入れてくれる？ちょっと。ドバドバドバ。ドバドバ。ストップって言ってよ。ストップって言わんとずっと入れるけ。分かったよ。ストップ。いきます。どれにしようか。こんなもんでいいんじゃないかな。父ちゃん、それはどうするん。今日はね、うん、新しいものを持ってきたの。これね。これは
こんなになってまして、うん、こっから火が通るんやろ。そう、カパッと開いて、カパッと。で、足を出して、こんな感じ。これで、ここにアダプターをつけて、うん、よいしょ。じゃあこれで乗っけるね。一応風よけもあるけど、風よけもやっとこうか。シーマ、ここ。とんかつごった？やってやったよ。ちょっと身長が発生。どんだけ好きなん、父ちゃん。父ちゃん昔から虫好きだった？父ちゃん昔は好きだったけど、今はもう虫嫌い。なんで？なんかどんな顔してるかわからんな。だけど昔はあの虫博士だった。虫博士じゃないけど。とんかつの中に。ほんまじゃん。何上手。僕が一生懸命この触りをする。僕が一生懸命ね、僕が触って続けるらしいよ。とんかつ僕にめっちゃ怒りしたの。食べて。お刺身食べる人。はーい。知ったぞ。それ違う？うん、オッケー。箸見ていい？いいよ。何個今日は？あ、そうだ。お皿持ってこい。ちょっと見ようね。お、兄ちゃんの。ちょっとシーマがね、間違えたけど、狙ってからね、よく狙ってからね、パチンコだからね、パチンコみたいにポーンだけが言ってたよ。でこれパチンコやろ。そうだね、パチンコみたいなやつね。パチン。じゃあね、見て、いい景色だ、すごく。お、僕が上にいる。いい景色だ。おー、取りましょう、一緒に。じゃあまずはこれね、お刺身。あーわお、にーしー。お刺身どれから食べたい？これ、こっちからこういく。そうしようか。食べませんか？じゃあ食べようか。うん。じゃあね、醤油くんはどこ行ったんでしょうか。そうそう、醤油くん向こうに置いとった。醤油くん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 。お、これはまさか。みんなにお見せしなさい。はい、これこれね、お刺身生醤油。さっきメニューちゃんがね、
キャラメルちゃんが行くときにミーちゃんにね、トイレ行ってくるって言ってからね、何回も言ってね、言ったんだけどね、あの窓から見たからバレてからね、行ってらっしゃいって言ったからね。バレとったね、行くのが。ここにバーこれかかるのかな。あ、かかるわ。じゃあ父ちゃんはここにね、お刺身の醤油を入れましょう。はい、はい、私のも入れて。はい。お、お、来た。これどっかわさびないかな。ちょっとわさび探してみて。わさび入ってない？わさび入ってないっぽいね。父ちゃん、わさび買ってきなさいよ。まあいいか。あ、そう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 。なんだ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 、とんかつがとんかつがとんかつが。じゃあ何を飲みましょうか。うん。あ、でも紅茶しかないわ。うん、ノー。紅茶はどう？じゃああの中のカルピスは？合わん。うん、じゃけこのままもう食べる、うん、お茶買うところがないわ、この辺。いいのよ。じゃあ、あの水にしようか、後で。うん、ね、じゃあ、父ちゃんが座っていい夜の間にビールを取って、ごくごくと。バレとった。うん。はい、じゃあビールね。はい。よし。よし。じゃあ乾杯しようか。じゃあ、飲めるちゃんと。お、見て見て。お、じゃあこれお水にする。うん、お水でもいい。うん、お、こん中に入れてカップしましょう。お刺身の匂いがつかないように。はい、よし、乾杯しようぜ。はい、乾杯。乾杯。顔がする。あー、美味しい。飲むときにこれ顔がするね、キャラメルちゃん。食べようか。ご飯ができたかも。お昼ご飯いただいちゃう。ちょっと蒸らそうか。蒸らすっていうのはここでモアンってさせるってこと。うん、取り潰す。最初にこれ。最初はそれ。うん。じゃあ最初はマグロから。マグロいきますよ。はい。うん、どう？うん、帽子脱いだってもいいよ、もう。かぶっとく？うん、髪がボサボサになってるから。キャラメルちゃんはね、髪切ったんだよ。ね、髪切ったよね。うん、次はこれ。なんか見たことない気がする。これなんだろうね。知れません。なんだろう、美味しいかな。キノコみたい。キノコみたい。うん、あ、ミスだ。あ、シッシッ。分からんけど美味しいね。うん、うん。どう、キャラメちゃん、これ後ろの景色がすごくいいと思う。うん、ねえ、来てよかったね。うん、それ一番好きなやつじゃん。ちょってこれ見たことないのよ。あ、鮭。そうそう、これ鮭ね。鮭。そうなんか。じゃあ一番好きなやつね、食べよう。これ一番好きだろ。ん、知らない。これの方が好きかも。うん、うん、美味しい。うん、まあ急いで食べんでもいいけど、これぐらいにしてちょっとゆっくり食べようか。ご飯もあるけど、うん、キャラメルちゃんの先にイカをいただこうか。ご飯ができ、うわ、固まっとる。大失敗しとるわ。まあええか。あ、これパリパリご飯。ほんとや。え、おし勝負じ。ねえ。失敗といっても大成功じゃないですか、君。これほら、パリパリご飯。うん。でもね、こんな感じでおこ、熱っ。おこげができたね。父ちゃん。いい感じよ。今でも仕事でこうやってやろうと思ったらね、うん、もう飛んでしまった。飛んでしまった。ピン。美味しそうですね。これ美味しそうですね。このね、カリカリのところがまたね、美味しいんよ。うん、好き。お醤油かけて食べたらもっと美味しいかもしれない。焼きおにぎりみたいになる。
ちょっとそれは贅沢しますね。贅沢すぎる。やめときましょう。ください。はい、じゃあこれです。ご飯。イエーイ。食べていい？いいよ。いただきます。あ、お、カリカリのところが、お。どう？うん。おいしい。ご飯ちょっとじゃあこれもらおうかな。うん、おいしい。とんかつの上に乗った虫が。じゃあこれもいただきます。タイ。タイ、うん、これおいしいね。すごく柔らかい。うん、いつもは硬いけどね。ちょっと次食べたい。ちょっと釣り食べたい。ちょっと次食べたい。うん、よしよしよし。どれ行こう。これ、うお、びっくりした。こんなにでかいのボンってやった。これです。お、おっと、虫がすごい。いいよ。よし、これはキハダかなんかかな。筋があった。うん、ある。筋ポイってしょっていいよ。噛めんだろ。刺身あるある。脂があって食べれない。次は？ね？もう次？うん。じゃあ父ちゃんちょっと休憩しとこう。食べていいよ。うん、君はまさかホタテ食いかい？みんなに見せてあげたらそれ。ホタテちゃん。ホタテちゃん。わあ、美味しそう。どう？美味しかった？うん。食べてあげるね。今ここに乗ったやつは食べてあげてんよね。大丈夫よ。じゃあこっち父ちゃん食べるけ、こっちもんちゃん食べる。いいよ。ちょっとやめて。食べちゃ食べさ。よいしょ。父ちゃんこれ食べていい？うん、いいよ。最後に一番好きなやつ、それもしかして。うん、何だっけ。鮭。あ、鮭。うん、鮭。ふふふ、やっぱ一番一番だった？うん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 。じゃあ父ちゃんはね、キャラメルちゃんが買ったこれを食べようかな。キャラメルちゃん食べる。ぐでたまのソーセージ？にゃお。よし。どうするってやん。これを？うん。どうする？まあぐりぐりやってもいいんだけど、ここにナイフがあるから。それで、お、ちょっとお願いします。危ないから。はい。その先っぽの部分も食べれるけどね。お、あのチューチューみたいな落ちた。チューチューみたいなもんで。うん、父ちゃんこれにマヨネーズつけて食べようかな。いいよ。おいしょ、おいしょ。おいしょ、おいしょ。おいしそうだね。うん、ソーセージにあとマヨネーズをビチビチビチってかけて。ああ、おいしい。どんだけ好きなの。あの、醤油入れて食べたい。そこに、あ、自分だ。ちょっとだけつけた。お、来た、来た、来た。これでどう？かけすぎたらね、しょっぱくなるけどね。うん、おいしい。これもんじゃに残しとったらいいかな。父ちゃんまだこれ食べてないわ。醤油。たまんない。
たまんない、うん、じゃあこんなもんでいいかな。うん、あと、そうじゃ、あとね鬼声やかなきゃいけんかった。うん、うん、